ノートは、文章、写真、イラスト、音楽、映像などの作品を配信するウェブサイト。運営者は、ノート株式会社。2014年4月7日、サービスを開始。2019年11月25日、ノートのドメイン名を、ノート、ミューからノート .com に変更した。テキスト、画像、つぶやき、音声、動画の5種類の記事を、 パソコンやスマートフォンで作成して投稿できるメディアプラットフォームである。2020年2月5日より正式公開されたサークル機能がオンラインサロン用途で活用され始め利用者が急増。日経トレンディが選ぶ2020年ヒット商品ランキングでは18位にランクインした。テキスト、画像、つぶやき、音声、動画の5種類の記事を投稿できる。 読者や視聴者は投稿作品に対してコメントを投稿したり、隙をつけたり、他の SNS へ拡散できる機能もある。また、すべての投稿作品に対してサポートという投げ銭機能があり、無料作品に対しても金銭支援を行える。作品投稿者は購入者に対してお礼のメッセージを送れるようになっており、メッセージやコメントを通じた。 双方向の会話ツールとして使用できる。月額回避制のコミュニティや同好会を作ることができる機能。お気に入りの記事をまとめてブックマークのようにしたりテーマに沿って分類したりできる機能。ノートに投稿する作品は無料公開と有料公開を選択できる。有料公開に対応しているのはテキスト、画像、音声である。有料の場合、記事単位での販売と 数記事をまとめたマガジン単位での販売が可能である。販売価格は100円、500円、1000円、任意価格で最大1万円で設定できる。月額500円のプレミアム会員になれば販売価格を最大5万円まで設定できる。月額500円で利用できる有料会員機能。主な機能、ノートの法人向け有料サービス。 ノートの機能をアップグレードすることができるほか、個別サポートやノートプロを使っている企業との勉強会などのコミュニティに参加できる。主な機能、支払い方法は、クレジットカードとスマホ料金と一緒に決済ができる携帯電話のキャリア決済に対応している。一部の定期購読型マガジンでは、コンビニ決済も選択できる。通常は個人もしくは、 法人の口座に振り込まれる。ただし、売上が発生した日から180日間過ぎた時点で口座振り込みができない状況になっている場合は、amazon ギフト券コードが発行される。発行されたギフト券は登録しているメールアドレスに送られる。テレビ東京とノートのコラボレーション企画で連続ドラマが作られている。火曜0時12分1時に放送。 2019年11月5日から26日の全4回放送された連ドラ脚本を毎週募集する新実験ドラマ。10月3日の13時30分より、ノート、YouTube、ネットもテレ東にて公開される大令和のドラマを見た視聴者が続きのアイデアやストーリーをノートに投稿。それをもとにノート投稿編が作られ、同時にプロのスタッフによる テレ東チーム編も作成され、2つのストーリーが毎週放送された。2020年1月7日より3月24日まで全12回放送の予定だったが、全10回放送に変更された。ノート連動ドラマ新企画として、ノート上でテレ東で見たいドラマを100文字で募集し、1800件を超える投稿の中から3つのアイデアを選定。 さらにシナリオを募集した。月ごとにジャンルとテーマが設定され、2話ごとに主演が交代していく予定だったが、2月4日11日の放送分は、主演として出演予定だったカラタ・エリカの不祥事を受け、放送中止となり別番組に差し替えとなった。3月3日の放送分以降は、1話ごとに主演が交代していく予定に変更された。主題歌、 藤原桜、トワイライト、アミ、ありがとうございます。